西村麻子は毎日放送所属のアナウンサー。MBS を含む JNN、JRN 加盟局の優秀なアナウンサーを表彰するアノンシスト賞で2020年度にラジオフリートーク部門の最優秀賞を受賞した。愛称は朝ちゃん、朝やんなど。京都府京都市の出身で同志社高等学校在学中にはインターハイや国体に出場するなど。 陸上競技、短距離の選手として鳴らした。国体女子200メートルでの優勝経験を持つほか、現在も陸上高校女子200メートルの京都府記録を保持している。同志社大学小学部を卒業後の2000年に、一般職で毎日放送に入社。入社直後にアナウンサー職へ転じた。同期入社のアナウンサーに、上田悦子と上田隆史淳がいる。 毎日放送への入社後は、MBS テレビの情報番組、チチンプイプイ、平日夕方のニュース、ボイスなどのほか、バラエティ番組や、ラジオ番組にも幅広く出演。2005年12月に同期入社の社員と結婚してからも、旧姓の西村を放送上の名称に使っている。2006年3月下旬から1回目の、3前3 5 9回入った後に、第一子を出産。 出産後の2007年4月16日に一度目の職場復帰を果たす。2007年8月に開催された世界陸上大阪大会では地元局の女性アナウンサーとして八木崎と共にテレビの全国中継キャスターに抜擢。同年5月17日の虹茶をでは会場からの中継リポーターとして全国デビューを果たした。また、 世界陸上大阪大会の開催前後には、チチンプイプイや、同大会関連のテレビ番組などで、アナウンサーらしからぬ見客を披露。日本一足の早い女子アナウンサーというキャッチフレーズをつけられるに至った。2007年10月1日からは、ボイス2月水曜日のサブキャスターとして復帰。しかし、第2子の出産準備のため、2009年9月23日の、 放送を最後に、再び降板。2回目の3前産3後休暇に入った。第二子出産後の翌2010年4月初旬に、再度の職場復帰を果たすと、チチンプイプイのニュースキャスターや、ボイスのニュースナレーターを担当。また、チチンプイプイで、ただいま修行中大吉京平への道を放送する、場合には、京都弁によるナレーションを披露していた。 2017年10月からは、この企画のリメイク版にあたる、昨日計明日おもてなしの裏でも、京都弁でナレーションをつけていた。2012年10月からは、3 0 3号休暇に入った先輩アナウンサー、松川博子の公認で、ボイス儀、金曜日のサブキャスターを担当。以後は2019年3月の番組終了まで、週2日もしくは3日間サブキャスターを務めた。 2015年4月からは、ボイスのサブキャスターを続けながら、サタデープラスの進行アナウンサーに起用された。通年放送の全国ネット番組に、レギュラーで出演するのは、テレビラジオを通じて、毎日放送への入社後初めてである。2018年には、5月15日の午前中から、突然発生できなくなった。 音声専門外来のある病院で診察を受けたところ、生体血節が見られたため、番組への出演を見合わせた上で1ヶ月半にわたって静養に専念。静養中のボイスでは、ニュースキャスター未経験の後輩アナウンサー、玉巻恵美を西村の大役に当てていた。7月には、サタデープラスの7日、放送分で、 平成30年7月豪雨に伴う地元、京都からの中継リポートを急遽担当。10日からは、ボイスにも復帰している。2019年3月で、サタデープラスへのレギュラー出演を終了。ボイスも同月限りで終了したが、2019年4月からは、後継番組にあたる、ミント。で2021年3月までアシスタントを、務めていた。 新日本放送時代の1959年3月1日からテレビ放送事業とラジオ放送事業を経営してきた毎日放送は2021年4月1日付でラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管毎日放送は移管を機にテレビ単営局へ移行したが西村はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で 株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。なお、テレビでは2021年4月から MBS マンスリーリポートを担当。 テレビラジオテレビ2006年3月1日月、水曜日フィールドキャスター2007年10月1日から2009年9月23日、月水曜日サブキャスター2010年10月から2012年9月、ニュースナレーター2012年10月から2014年4月1日、き金曜日サブキャスター2014年4月7日から2015年3月。 月水曜日サブキャスター2015年4月から2017年3月、月火曜日サブキャスター2017年4月から2019年3月、日木曜日サブキャスターラジオハット AB 第46回、JRNJNN、アノンシスト賞、最優秀3部門含む全8部門中6部門で、入賞、同社スポーツロンドンオリンピックの検討を称える、会開催キャスト。 MBS アナブログ西村朝子オフィシャルブログ2018年6月20日付記事ご無沙汰しております。ボイスのメインキャスターで先輩アナウンサーの西安氏が自身のツイッター公式アカウントで2018年6月1日に発信したツイートを参照カバンの中身発見。2008年3月10日毎日。 放送公式サイトアナウンサーページ内のブログ、朝やんな毎日2014年10月9日月記事、第18回アジアマスターズ陸上競技選手権、大会及び、第35回全日本マスターズ、陸上競技選手権北上大会京都マスターズ、陸上競技連盟会員の結果、ハット TBS では3月16日の1時50分3時50分。 MBS では4月4日の15時17時、BSTBS では4月5日の19時20時54分。先輩アナウンサーの川田直也が司会者役で出演。ありがとうございます。